の短い距離だとね結構無理するんですけどね、ここの部分はね回せば外れるはずなんで、ちょっとどっか外れる場所を探そうと思います。外れましてね、で長さもね、いいところで切ってこういう感じですね。ここでこう来てここでちょうど間にこれが挟まるっていう形ですね。はい、縦通りがね収まりまして、これもちょうどこの位置で、ちょうど向こうから来たやつがね、そのままここへスコンと掘り込めるようになりそうなので、もうここで一気に行っちゃおうと思います。と、思ったんですけどもね、ちょっとやっぱり予定変更しまして、これがベタにね、ここへ、あれの上にトントン乗ってるようにした方が、あそこの釘のとこからね、番線でグッと縛ってしまえば、丈夫だと思うので、やっぱりその後何年間か台風を持ちこたえてくれなきゃいけないっていう、使命はね、完璧じゃないにしてもありますね。はい、こういうね、もう決まっているところからね、接着していこうと思います。はい、こちらの方もね、向こうができたんでね、こちらの方もね。はい、若干無理しているところもあるんですけどもね、これでですね、雨もね、割とスムーズに流れるようになったと思いますんで、ここをね、ここを復旧して、第一期工事を終わりたいと思います。はい、さて問題はね、こっちですね。はい、この部分へね、こうマスをつけて、エルボがつくんかどうかっていう問題ですね。ちょっとつかないような気がしますので、ここから、やっぱりね、ジョイントをかまして、ここへちょっと張り出して、やっぱりここのギリギリのところへ修水をね、つけようと思います。はい、そしてその後はですね、このキアをこう、ここから来たんですよね。このキアを差し出して、あそこのね、下の鳥のところへね、横からグッと差し込んで入れるようにしようかなと思いますね。はい、ちょっとね、わずかなところでね、足らないことが発覚しましたんでね。これ他に方法ないかな。はい、あ、そうですね。はい、すみませんけど、ほんならそれで、またもっぺん電話もらえますか。はい、はい、どうもどうも。はい、ありがとうございます。お気をつけて。はい。はい、ね、おせっさんがね、ちょうどね、ホームセンターへね、寄ってくれる用事があるってことで、ちょっと、ね、無理言ってね、雨どいコーナーへ行って、ね、エルボとね、買ってきてもらえるように、頼みましたけどね、果たして、それでね、もう一回ね、売り場でね、もっぺん電話もらうことにしました。間違えるとあかんので、これで果たして、正しいお使いができるかどうかっていう感じですね。はい、初めてのお使い、おせっさん版っていう感じですね。このね、あれのね、トイの勾配をね、ちょっと微妙に微調整が、しとこうと思います。はい、切算書いてみましてね、ちょっとね、この部材だけね、あったんでね、買ってきてもらいました。とね、やっぱり言ってましたけどね、この屋根ね、屋根屋さんがね、別の屋根屋さんがちょっと周囲で登った時に、これはね、最悪なんやよ、みたいな話をね、言ってたそうです。ね、値段はすごい高い値段取られてね、ね、後々、すぐに傷んでしまうという、そういう屋根らしくてね、これはね、やっぱり良くないと思います。こんな、もし屋根をね、リフォームするなんていう、話があった時には、絶対ね、簡単に話に乗らずにですね、いくつかいろんな人にね、相談してからにした方がいいと思います。はい。問いがね、形ができまして、あと固定するだけになりましてね。まあ、接着はしてあるんでね、上を固定するのとね、この針金でね、この辺からね、落ちないように縛っていこうと思います。こっちはね、こうやってね、この問いをね、延長しましてね、この分ね。ここからね、ここからさっきね、延長しましてね、ここへこう流すようにするか。で、これをね、針金で縛っておこうと思います。ここもね、この釘穴とかを利用してね、ここから縛って、これでね、前よりね、はるかにもいいようになったと思います。で、あそこのね、ちょっとこう曲がってる、
この針が、このね、この金具はちょっとね、上を押し上げて調整しておこうと思いますね。はい、これで針の上は、あと袋だけで完成です。針金でね、こうやってね、縛ってね、こういう形で、水を流すことにしました。あ、自分の針がね、映ってますね。ちょっとね、直せるところできる限り、水が流れやすいようにこうね、ちゃんとバッテリーを、水平を、水平じゃないか、水平よりちょっと片具をね、あなたを見まして、勾配を見まして、これもね、下もね、こう、とりあえずね、とりあえずって言ったらですけど、一応ね、こうやって、全部ね、針金でね、よしよし。しまりました。このお宅はね、何かとね、これからもね、ちょっと消臭理が、重なるので、追っかけて、完成したいと思います。一旦ね、早めにこれで、終わりになります。はい、どうもありがとうございました。はい、隣のね、畑をね、こう、耕している、その横をね、アオサギさんがね、こう、いっぱいこう、何羽かやってきて、これね、中にあるね、土の中の、虫とかそんなのを狙いに来るんだと思うんですけれどもね、はい、食べておりますよ。まあ、本当にまだトラクターとかね、ああいうのはもう危害を加えないっていうのはよく分かってるみたいで、本当に間際まで寄ってて、ね、微笑ましい限りですね。